これ誰なん？え？まやちゃん。皆さんこんにちは、わらとしひろです。かおるです。はい、今回、渦の中で特集するのはじゃーん、ガラスの仮面。前回のね、もうほぼプレゼン動画ですか。身内すべでーす。人生のバイブルと言っても過言ではない。かおるが今読みたい漫画3選の中の1位、ガラスの仮面を今日は深掘りしていく特集でございます。まあまあ俺なんか全然ガラスの仮面知らないので、はい、ちょっとざっとね、はい、説明してもらっていい？ざっと、もうざっとよ。ざっと、うん、ざっと、ざっと、あ、ごめん、すいません。ざっとなんて、すいません、ちょっと。いつの中じゃあ、まあ、はい、どうぞ。まあ、登場人物をまず整理していただきたい、うん、あ、そうだね。とりあえずこの4人、はいはい、もう北島麻也、姫川あゆみ、はいはい、月影先生、はいはい、早見真澄。そのこの真ん中のやつは何？くれ、あ、くれない天女っていうのは伝説の舞台があるんですよね、うん、この月影先生、この若かりし頃の月影先生、はい、まあ、本名月影千草って言うんですけど、うん、この人がもうあの大当たりして、うん、もう連日連夜大ヒット満員なわけですよ、はいはいはい、頂点、このくれない天女。紅天女もみんなやりたいってこと、うん、これ、この人が上演権を持ってるんですよ。月影先生はそのね、紅天女を演じてる時に事故に遭ったんですよね、うん、顔を全面に大怪我を負うんですよ。だからもう女優生命を絶たれたわけなんですよ。はいはい、もう私の人生終わりよぐらいの。いいよ座って。あ、月影先生はこうちょっと離れた、都心から離れたところにこうね、はいはい、のんびり悠々的に暮らしたわけです、はい、でたまたま見つけたのがこの北島麻也ちゃん。天才ね。天才、うん、この子はね、うん、あなたには何の取り柄もないんだからと言われて育ってきた女の子なんですよ。はい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 、お母さんが、はいはいはい、テレビドラマがすっごい好きで、一回見たら全部覚えちゃう、セリフとか、はい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 、昨日見たあのあそこのシーンやってみたいなって言われたらもうすぐできちゃう。だ、人気者やクラスの、もうクラスの人気者です、うん、っていう北島麻也ちゃんがその月影先生にたまたま、うん、何あの子、何あの子声をかけるんですけど、うん、なんせ見た目が、まあ、真っ黒の服を着て、わわわわ、髪の毛超長くて、怪しいから、まあ、髪の毛で半分顔隠れてるんですよ、うんうん、で、まあ、中華料理屋さんで働いてるんですけど、うん、出前をわざわざ頼んであの子に持ってこさせるようにみたいな。うん、うん、っていうので、いいね、いいね、ここがもう出会うわけなんですよ。まあ、ここがね、こう繋がるんですよね。まあなんかこう、演劇に興味ないって言って、うん、そうだね、うん、まやちゃんをスカウトしました。スカウトして、うん、なんか私がやりたかったのはこれかもしれない、血がたぎるみたいな感じに。いい、 そんな表現入んの。ただちょっとごめん、ちょっといい、はい、あの北島麻也ちゃんやろ、うん、ね、姫川あゆみ、これちょっとさ、うん、こう名前がさ、なんか花がなくない？なんかもうそこは、うん、もうあの、まあ、すごくモブっぽい名前なんですけど、そうそう、なんか主人公っぽくないのよ。そう、主人公っぽくないけど、うん、でも思い出して、うん、あの普通の子だから。なるほどね。この、まあ、月影先生は、うん、この子ならもしかしたら私の演じていたこの紅天女の舞台をできるかもしれない。うんうん、伝説の舞台のね。そう、うん、そ、この子をもう私が育てあげれば、うん、あげると、これができるかもしれないか、私がもう育てるって言って自分のところアカデミー引き抜くんですよ、ね、うん、そうっていう、まあ、このあらすじだけでどんだけかかるのこれ。あゆみっていうのがですね、まあ、あの北島麻也の生涯のライバル、はい、こっちの方が名前がすごい主人公っぽい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 ですよね。この姫もついてるし、キャッキャッしてるじゃないですか、うん、っていうのも映画監督と、うん、あの女優さんの娘なんですよ、うんうん、演劇界のサラブレッド、美人やし、うん、もうなんか教養もあるし、うん、演技もすごくうまいし、うん、親の七光でとかじゃないんですよ、うん、学校でも成績1位やし、うん、ピアノも日舞、うん、あの舞踊とかそういうのも全部っていう、もう周りからも、周りからはもう本当に天才天才ってずっと言われてきた子が初めて北島麻也に敗北感を覚えるんですよ。なるほど。そう、私あんな演技したことないみたいな、何この敗北感みたいな。で、親はあゆみさんになんてかなわないわみたいな。あ、
謙虚なこっち。めっちゃ謙虚なんですよ、めっちゃいい子なんです。もう応援したくなるんですよ、まやちゃん。ちょっと待って待って、これ今姫かあゆみちゃんもライバルって言ったからちょっと嫌なやつなんかと思ったけど、めっちゃいいよ。できた人なんですけど、ちょっと気強いんですけどもうでもすごくまやのことを、もう周りはまやのことをすごいバカにするんですよね。あの劇団オンディーヌっていうところに入ってるんですけど、その劇団員とかは、あのなんか地味な子でしょみたいな感じのことを言うんですけど、あなたそんなこと言ってると、もうそのうちすぐに抜かされるわよぐらい、もう本当にマヤのことを認めてるんですよ。なるほどね。認めてるけど、私も負けたくないみたいな、演劇に対して熱い思いを持ってる。あゆみちゃんのことめっちゃ好きやね。大丈夫です。いやなんかもう、どっちも好きなんですよ。どっちも好きな。マヤは本当に応援したくなるんですよ。そうなんや。そう、多分、ガラスの仮面ファンの人はもう結構あゆみさんのこと好きやと思う。もうだって嫌なやつじゃないんやもん。嫌なやつに見えるんですけど。これもちろんさ、ドラマ進んでいくにつれてさ、はい、あの嫌なやつも出てくるわけじゃやっぱり。嫌なやつっていうところでいくとですね、この速水真澄なんけなんや、あの狼少女はなんや、ゾワ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 ッターンって言って、あなたなんて最低よって言うわけですよ。はい、いかがだったでしょうか。新シリーズ渦の中、このシリーズは週に1本ぐらい更新していこうと思っているので、面白いと思ったらチャンネル登録してぜひご覧ください。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。